そこなんだ。やっと目が覚めたか。国境を越えようとしていたんだ。違うか。俺たちはあそこの小僧と同じで帝国の罠に飛び込んだってわけだ。 スカイリムは良い土地だった。帝国はいい感じにくつろげる場所だったんだ。連中がお前を探してるんじゃなかったら、とっくにあの馬をかっぱらってハンマーフェルへとおさらばしてたさ。そこのあんた、こんなところに来たのが間違いだった。帝国が狙ってるのはこいつらストームクロークだ。これで固く結ばれた兄弟姉妹だな。ああ、コスト。 そこ、黙れ。こいつはどうかしたのか。言葉に気をつけろ。お前は上級王ウルフリック・ストームクロークと話をしているのだ。ウルフリック、ウィンドヘルムの市長。あんたは反乱軍の指導者なのか。だけどあんたが捕まったら、なんてこった。俺たちはどこへ連れて行かれるんだ。どこに行くつもりなのかは知らんが、 そう、ブンガルデが待ってるんだ。いやだ、こんなの嘘だろう。こんなことあるわけない。お前はどこの村の出だ、馬泥棒。どうしてそんなことを。ノルドは死に際に故郷と思うものだ。ロリックステッドだ。故郷はロリックステッドなんだ。 テリウス将軍、死刑執行人が待機しています。よし、さっさと終わらせよう。ヒョール様、マーラ様、リベラ様、キナレス様、アカトシ様、とにかく神様をお助け。見ろよ、軍政府長官のトゥリウス将軍だ。それにサルモールが一緒のようだ。あらくそ悪いエルフだ。 かけてもいいが、この件だって奴らが関わってるに違いない。ここがヘルゲンだ。昔ここの女の子に夢中になってね。ビロットはいまだにジュニパーベリーを混ぜてあの蜂蜜酒を作っているのだろうが。<笑>幼い頃は帝国軍の貿易や党がこの上なく頼もしく思えたもんだがな。 なんだよ、なんで止まるんだよ。どうも一旦の終わりだ。行くぞ。神様を待たせちゃ悪いからな。違う、待ってくれ。俺たちは反乱軍じゃない。死ぬ前に少しは気骨を見せてみろよ、コソドロメ。名前を呼ばれたら処刑台に進むのよ。一人ずつね。 帝国はいまいましいリストが大好きでな。ウィンドヘルムの首長、ウルフリック・ストームクローク。光栄です、ウルフリック首長。リバウッドのレイロフ、ロリクス・テッドのロキール。 隊長、どうします。この女はリストにありません。リストはもういいわ。彼女を処刑台へ。
ご命令通りに、隊長。隊長についていくんだ、囚人。ウルフリック・ストームクローク、ヘルゲンにはお前を英雄と呼ぶ者もいる。だが声の力で王を殺め、王座を奪うような者を英雄とは呼べない。お前がこの戦争を引き起こし、スカイリムを混乱に陥れた。だがここに帝国がお前を倒し、平和を取り戻してやる。どうってことはない。続けよう。はい、フィリウス将軍。彼らに最後の儀式を。エセリウスへ送られるナンジラの魂に八大神の慈悲あらん。タロスの愛のために黙ってさっさと終わらせろ。お望みのままに。おいおい、昼になっちまうぜ。我が父祖たちが微笑みかけてくれるのが見えるぞ、帝国。貴様らに同じことが言えるか。帝国の下道どもめ、裁きだ。ストームクロークにしよう。恐れを知らず生き、恐れを知らず言った。またあれだ。聞こえたか。次の囚人と言ったはずよ。斬首台へと進め、囚人。抵抗するな。一体あれは何だ。見張り兵、何が見える。雲の中だ。ドラゴンよ。村々を焼き払ったりはしない。急いで移動するぞ。塔に上がる。行くぞ。まだ生きてるか、主人。生きていたけりゃ俺から離れるんじゃないぞ。グンナール、そいつのことを頼む。俺はトゥリウス将軍を見つけて守備に加わらないと。神々のお導きを祈る、ハドバル。壁際にいるんだ。ついてこい。死なない。どうした。ここから通過して。アドバル、全
全力で戦うぞ。連れて行かれちまえ。そこの、こっちだ。砦の中へ。目を離すな。